河野さんにお伺いします。まあ、突破力があるということでは、もうこれ自他ともに認めるところでありましょう。ただマイナ保険証に一本化することを唐突に表明されたり、それから防衛大臣イージス・アショアの問題で、これはその配備の中止をアメリカとは全く調整しないまま打ち出したりと、ということでこれに対していろんなご意見があります。で、どうも突破力があるっていうばっかりに、このまあ悪い言い方をすると、自分を誇示することをあまり異なる意見に耳を傾けないという、そういう感じがあるんではないかと。例えばイージス・アショアについては、これは演習場に確実にブースターを落としますということを、もう私の前の防衛大臣から 100% それは保証しますということを地域の皆様にずっと約束をし続けて、その前提でアメリカと開発の話し合いをしてまいりました。ところがアメリカ側からそれをやるにはミサイルの開発と同額、しかもあと10年ぐらいの時間がかかるという返事が来たもんですから、これは安倍総理とご相談をして、これはできないということで、廃止というか配備中止をしようということになりました。で、このイージス・アショアについては、これまでも様々な情報がリークされて、当該県の知事がメディアから話を聞くというようなことがありましたから、今回配備を中止をするというような大きなことがリークされて知事の耳に入るということになってはいかんということで、これは内部の事前説明をせず、私が記者会見をやって発表しますという安倍総理とお話をして、そういうことにさせていただきましたので、メディアの方が内情を知らずにいろんなことを言われているのは、かなり事実誤認のところがあると思っております。マイナ保険証についても、これは当時の厚労大臣、総務大臣、あるいは官房長官と調整をして、最終的に総理のご了解をいただいて、こういうふうにやっていこうということにしたわけでございますから、私が何か誇示をするというよりは、この一番批判を浴びやすいところを私が記者会見などで受け持ってお話を申し上げてきたというのが正しいことだと思います。安倍晋三、元総理の回顧録について、少しお伺いしたいと思います。イージス・アショアについてですね、まあ、イージス・アショアのが頓挫したのは、防衛省のミスであったと、まあ、当時河野防衛省が相談に来たので、配備の中止は了解したが、米側とは全く調整していなかった、だから配備計画は中止するけど、まあ、当面は つまり吊るした状態だという苦しい説明をしなくてはならなかった、まあ、つまり撃った後のブースターが敷地内に落ちると、防衛省は説明していたのに、そのことをそのアメリカ側と何のやり取りもしていなかった、調整をしていなかった、まあ、こういう記述がありますが、防衛大臣、これは事実ですか。防衛大臣、浜田靖一君。我が国の取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増している中で、ですね、防衛省としてイージス・アショアの配備を急ぐ必要があると考えたため、米側との協議やそれを踏まえた安全対策の検討を地元説明とを並行して実施することとなりました。結果的に地元に約束していたブースターを演習場内または会場に落下させるということが実現できないこととなったことから、令和2年6月むつみ演習場及び荒谷演習場を含む20箇所の国有地について配備を断念をいたしました。この断念が結果的に関係各方面に大きな影響を与えてしまったことを踏まえれば、防衛省としてはこの点について反省すべきと考えております。なお、断念配備の決定についてはしかるべきタイミングで米側に伝達をしております。その後、令和2年12月イージス・アショアに変えてイージスシステム搭載艦2隻を整備することを正式に決定し、現在引き続き検討を実施しているところであります。なお、ご指摘の回顧録について、政府の立場から一つ一つ論評するものではないことについてご理解いただきたいと思います。源馬健太郎君。敷地内に落ちないということが分かったということだったんですが、それを、分かった後も米国と調整せずにいたために、まあ、安倍元総理はですね、すごく苦労したと、まあ、回顧録の中でおっしゃってるわけですよ。防衛省が何にも米側と調整しないから自分がやらなきゃいけなくて、まあ、オバマにどうやって言ったらいいんだみたいなことがすごく、苦労をしたと、まあ、こういう記述がありますが、米側と調整しなかったというのが、防衛省事実かどうか教えていただきたいと思います。我が国の防衛に空白を生まないことがないようにですね、代替の検討を進めたところであります。その結果、先ほど申し上げ
げた艦艇にて2隻を整備することを決定したところであります。井上聡君。日本共産党の井上聡です。もう一つですね、FMS で問題になってきたのが、イージス・アショアであります。もともと18年度までの中期防には盛り込まれていませんでした。でミサイル防衛はイージス艦で8隻体制で対応するとして、実際2021年に8隻になったんですね。ところがですね、2017年の11月、先ほど紹介しましたけども、この日米首脳会談の直後にですね、の12月にイージス・アショアの導入を閣議決定をして、概算要求にはなかったにもかかわらず18年度予算案に盛り込まれたという異例の経過になりました。まあ、中期防にもなかったものをトランプ政権からの強い要求で導入を決めたというのが経過だったんではないですか。はい、井上防衛副大臣。2017年に、イージス・アショアの導入を決定をいたしましたが、当時確かに中期防にイージス・アショアの整備は含まれておりませんでした。しかしながら、この中期防を策定後にですね、北朝鮮の核ミサイル開発が進展し、我が国の安全に対するより重大かつ差し迫った新たな段階の脅威が生じているということから、平素から我が国を常時持続的に防護できるよう、2017年の12月に導入を決定をしたものでございます。イージス・アショアはですね、我が国の主体的な判断として導入するとしたものでありまして、直前のトランプ氏からの要求に基づくということではないということであります。この11月のですね、日米首脳会談の当時、記者会見でトランプ氏はね、とても重要なことですが、日本の首相が必要な防衛装備品を大量に購入しようとしている、アメリカにとって大きな雇用につながると、こう述べたんですね。安倍さんにいわば念押しをしたわけですよ。その直後の参議院の本会議で安倍総理は、質問に答えてですね、結果としてアメリカからの武器購入を通じてアメリカの経済や雇用に貢献すると、こういう答弁まで行いました。そしてですね、これはアメリカ太平洋軍のハリス長官はですね、下院の軍人会2018年の公聴会で、この導入の効果について問われて、日本が導入することの効果に問われてですね、アメリカ海軍や太平洋艦隊が BMD の任務において直面している負荷の一部を軽減し、艦船を持ち場から離して他の場所に投入することができるだろうと、こう言っておりますし、アメリカのシンクタンクですね、 CSIS は、これによってアメリカは10億ドル規模の大幅な節約ができるんだ、ここまで言ってるんですよ。でそうした経過の下で導入されましたけども、ずさんな計画だったためにイージス・アショアは破綻をして計画が中止となりました。しかし防衛省はあくまでもこのアメリカと契約したレーダースパイ7を使用するためにイージスシステム搭載艦2000機を建造をして、イージス・アショアの洋上化を決めたわけでありますが、防衛整備計画では建造費4000億円が計上されております。イージス・アショアで費やした1900億円を含めますと6000億円になるわけですが、そもそもイージス・アショアは30年間の運用維持費を含めて4500億円とされていたわけで、これはすでに大幅に上回ってるわけですね。イージス搭載艦の運用経費というのはどのように見積まれてるんですか。はい、茂木審議官。イージスシステム搭載艦の運用維持費につきましては、令和5年度に今実施する設計を通じまして、今後船の躯体船体の建造費が精緻化されること、また令和5年度に調達する防空機能や通信システム等の装備品につきまして、システムインテグレーションにかかる内容経費に関しまして米国政府等と協議中でございまして、今後精緻化されることといったさまざまな要素を踏まえて積算する必要がございますので、現時点で具体的な経費をお示しすることは困難であることをご理解願いたいと思います。防衛省はですね、イージスアショア の地元説明会の際に、このアショアの方がイージス艦より安くなるんだと盛んに説明したわけですね。当時のイージス艦のライフサイクルコストは30年間で7000億円だと取りましたけども、現状から言えばこれを上回ることになると思いますけども、そういうことでよろしいですか。はい、茂木審議官。繰り返しでございますけども、イージスシステム搭載艦の建造費運用維持費につきましては先ほど申し述べた状況でございますので、現時点で具体的な経費をお示しすることは困難でございます。また復元いたしますと、イージスシステム搭載艦はまさにイージスアショアに比べましてそのなかった機能といたしまして、例えば垂直発射装置の追加によりまして迎撃ミサイル等内の増強、極超音速滑空
兵器へのより効果的な対処のための将来的な拡張性を保持すること、あるいは対艦弾道ミサイルや極超音速滑空兵器に対しましてターミナル段階で対処する能力としての SM 式の装備、さらには非常認識地対艦誘導弾能力向上型の装備なども検討中でございまして、まさに今日的な要求に応えるものとして現在設計を急いでいるところでございます。あのライフサイクルコスト膨れ上がるんでしょ、そのことをちゃんと、ね、認めるべきだと思いますよ。あの昨年11月29日の財政審の県議ではこのイージス・アシャの洋上化が名指しをされました。人員等の運用面や費用面を懸念と指摘をされておりますが、現状を見ればですね、さらに費用が青天井になる恐れがあるんじゃないですか。あの財務大臣お聞きしますけども、衆議院で財務省としてこの財政審の県議をどう受け止めたのかと、どうチェックしたのかと問われて、まあ防衛省が講じているとしている対応を繰り返しただけでありました。財務省としてチェックをしてさらに、費用が拡大をしていくと、こういう懸念は払拭をされたんでしょうか。はい、鈴木財務大臣。井上先生ご指摘の通り、昨年10月に開催されました、財政制度等審議会、これはあの防衛をテーマに議論が行われたわけでありますが、その議論をもとに昨年11月に取りまとめられました県議において、イージス・アショアの洋上化について人員等の運用面や費用面を懸念する声があるとの指摘がなされたところであります。その上で昨年末に策定されました防衛力整備計画においては、イージスシステム搭載艦の整備やその関連経費として約 0.5 兆円が計上されており、令和5年度予算においてはイージスシステム搭載艦建造の設計費用のほか、導入までに長期間を要する構成品の取得費用として約 0.2 兆円を計上しています。でこの金額と内容につきましては、既存イージス艦の建造実績との比較を行い妥当性を確認しており、防衛省においても財政制度等審議会の県議の指摘も踏まえ、既存人員を最大限活用することにより乗組員を確保すること、令和5年度の事業の進捗を踏まえライフサイクルコストを算出した上で継続して管理することといった対応が講じられていくと、そのように承知をしているところであります。結局防衛省がやろうとしていることの、あの繰り返しでありまして、本当にチェックをしたのかどうかさっぱり分かりません。でこの維持システムですね、 FMS で、よる調達なんですね、まあ、それが何をもたらしているのかと、あのお手元に資料を配っておりますけど、これイージス艦の最初の混合型では FMS はイージスシステム本体のみで他は日本製だったんですね。ところがですね、アタコ型では水上レーダー、ソナーシステム、射撃システムも FMS に変わりました。そしてマヤ型以降ではそれまで搭載してなかった、まあ、米軍が導入しているミサイルなどの目標をリアルタイムで共有する情報ネットワーク、まあ、共同抗戦能力 CEC をこれも FMS で導入をしていくと、新たな、まあ、搭載艦も同様なわけですよ。あの元防衛大臣の森本聡さんがですね、防衛装備庁という著書の中でこう書いてます。船体と機関以外は全ては米国 FMS 調達にせざるを得なくなったのです。日本型の武器システムは駆逐されたというのが現実ですと、こういうふうに言われて、おります FMS に対してのこういう指摘がありますが、今後イージス化にとどまらずですね、米軍との一体化が進む中で、先ほど5年間の規模は出せないと言われましたけど、9日答弁されてますけど、 FMS がさらに拡大をしていくと、こういうことになるんじゃないですか。防衛政務官どうですか。昨日防衛副大臣、あの一般に、まあ、装備品の調達にあたっては、まあ、米国製であれ国内製であれ我が国の安全保障環境を踏まえつつ運用構想および要求性の経費、我が国の防衛生産技術基盤の強靭化への影響などの様々な要素を勘案した上で、今後の我が国の防衛に必要な装備品の総合的に検討し、我が国の主体的な判断の下で決定をしているところでございます。厳しい安全保障環境を受け、高性能な装備品について早期導入が求められる傾向にあり、結果として FMS 調達が増加しておりますが、まあ、これは我が国を守るため必要不可欠な装備品の中には FMS でしか調達することができないものがあるというところも現実でございます。我が国の防衛能力、防衛力そのものである国内の防衛生産基盤、技術基盤の強化にも十分配慮しつつ、まあ、今後防衛力の抜本的強化の実現に向けて全力で取り組んでいくところであります。アメリカの要求に応えてアシャを導入をして、ずさんな計画が破綻してイージス洋上化に手間に転換すると、さらにですね、費用が大幅に増えて FMS も増えていくと、これが流れです。あの結果としておっしゃいましたけども、アメリカの要求に応えてこういうことが続いてきたと、私は、こういうやり方をするならば、まあ、必要なものを積み上げたと言いますけども、実際にはアメリカの要求に応えたこういう GDP 比 2% は拡大をするものと、それがさらに広がっていくと、こういうことは許されないということを最後強く申し上げまして質問を終わります。
いたします。半田参考人。はい、本日はこのような機会を設けていただきましてありがとうございました。今細谷先生の方から大砲とバターの例え話をなさいました。バランスの取れた国家を作ることの必要性というのはこれは私も全く同感であります。今日はその大砲とバターのうちその大砲の中身について、詳しくお話をしていこうと思います。まず、お手元の資料の1ページ1名をお開きください。これはアメリカ政府から我が国がFMS 対外有償軍事援助という仕組みで輸入をしているアメリカ製兵器の契約額の推移を棒グラフにまとめたものです。でここでお分かりのように2012年、第二次安倍政権になって以降急激にこの契約額が増えていることがお分かりいただけると思います。で2015年には4000億円を超え、そして2019年には7000億を超えました。でこの大幅に増え始めた2015年にはこれは防衛費の不足というものが見込まれてきたわけです。でこれほどアメリカとの契約額が増えるほど防衛費は比例して増えていきませんでしたので、その分どこにしわ寄せがいったかというと、国内の防衛産業にいったということであります。その結果として2015年の4月に防衛省は最長5年だった国内企業への分割払いを最長10年に延長する支出年限特別措置法を成立をさせました。でつまり企業にとってみれば支払ってもらえると思っていた5年先が実は10年先に伸びてしまうことになったと、そうするとこれは当然のことながら企業としての見込みというのが立ちにくくなるわけでありますから、企業が取引を見切っていくというのは当然であると。したがって近年およそ100社ほどの国内の防衛産業が防衛部門から手を引いた。その結果として今回この国会に防衛産業強化法案が出ているという、そういった巡り合わせになっているんだということだと思います。で次にもう1ページお開きください。先ほどの FMS の契約額をさらに2023年度まで伸ばしたものがこの棒グラフであります。2023年度の FMS による契約額というのは1兆4768億円、第二次安倍政権の2019年の7000億円の実に2倍の契約をアメリカと結ぶことになっているということです。で主なアメリカ製兵器としましては2113億円を投入して400発購入することにしたトマホークで、そしてまた下にあるように、これは護衛艦出雲加賀に乗せる予定の垂直離着陸ができる F-35B 戦闘機で、また右上にあるのはイージスアショアを船に乗せたイージスシステム搭載艦、こういったものを、建造するということになって過去2倍ということになっているわけ、過去最高額の2倍を記録したということであります。でもう1ページお開きください。この FMS で購入している兵器が我が国の安全に役に立つということであれば、これは全く依存のないところなんですが、例えばここに出てきますグローバルホークの場合、これは実は陸海空自衛隊が要求したものではなく、防衛省の背広組である内局が要求したいわゆる政治案件というふうに言われています。で日本が購入するのはこれはブロック30という一つ古いタイプのものでありまして、これ3機で510億円で契約を結びましたが、後にこれ FMS という特殊な仕組みですから、アメリカ側から629億円と119億円も突然値上げをされたわけです。でこれは防衛省の規則で 25% 値上げされた場合にはキャンセルできるとなっていますが、この値上げ率は 23%、寸止めをされたのでキャンセルできなかったということです。で今度導入するブロック30については、アメリカ軍がこれは旧式の機体なので中国の脅威に対抗できないということで、保有する20機を全て廃棄することを決めたということです。でまだ我が国にはあと1機入ってきていませんが、あと1機もこれはブロック30というアメリカが使えないと見限ったものがやってくると。で昨年の12月に青森県の三沢基地に、この運用するための航空隊が発足をし
しましたけれども、このアメリカが使えないといったものを使うための航空隊ができるというのはどういうことなのかと、これは無駄遣いにならないかということであります。で、毎年の維持管理費120億円のうち、そのうち30億円が三沢にやってくるアメリカ人技術者40名の生活費に充てられると。で、1人頭7500万円ということですから、これ三沢の物価が高いということではなくて、巨額の費用を渡しすぎではないかということだと思います。で、もう1ページお開きください。イージスアシュアです。これはもうすでに2020年の6月に、河野防衛大臣が第1弾ロケットのブースターを安全に落とせないということから、これは中止を言い出して、で、安全保障会議で中止が決まりました。しかし、この中止を決めた時にはもうすでにアメリカ政府に196億円を払っていたと。で、さらにここで全部キャンセルをすると巨額の違約金を支払う必要が出てくるということから、これは本来陸上に置くつもりで大きく作ったレーダーをそのまま船に乗せるイージスシステム搭載艦にするということが決まったわけです。実際のところアメリカ政府側からはこれは何度もこれは地上版のイージスアショアですよというふうに言われましたけれども、防衛省はいやいいんだということで船に乗せることを決めた。で、もう1ページお開きください。これが本年度の予算書に出てくるイージスシステム搭載艦です。1隻あたり2208億円、地上イージスと比べると1000億円以上高額になっています。これを2隻建造しますので予定よりも2000億円以上お金を出すことになったということです。で、またこのイージスアショア自体がイージスシステム搭載艦自体が大型のレーダーを載せる必要性から幅が40メートルと、自衛隊の艦艇でイージス護衛艦というのは幅21メートルですから倍の太さになったと、非常に鈍重な船になることが決まったということなんですね。で、またもう1ページお開きください。これがスタンドオフミサイル、本年度予算に出ているものです。で、一人式一番上、一人式地対艦誘導弾能力向上型、これを本年度から量産するということです。で、またその下にあります島嶼防衛用高速滑空弾、これも本年度から量産をするということです。で、また一番下にトマホークというのがあります。これは今年から導入をすると。で、これらが入ってくるのは全部2027年度なんですね。3種類の長射程のミサイルが同時に自衛隊に入ってくると、そんなに必要なのかということが当然疑問に出るわけですが、防衛省の説明では国産のミサイルについては開発の遅れがあるかもしれないと、さらに量産化に追いつかないかもしれないということから、トマホークを補完的に買うというようなことも言われております。しかしながらこの3文書の閣議決定は昨年の12月16日ですから、半年も経たないうちにもはや配備が遅れるというのは見通しが悪すぎないかということが言えるだろうというふうに思います。もう1ページお開きください。これは昨年の12月に朝日新聞のインタビューに答えた海上自衛隊の現場トップだった香田洋二自衛艦隊司令官のインタビューです。で、今回の GDP 比の 2%、 そして5年間で43兆円という過去の5年間と比べたら17兆円も増える防衛予算についてこのように述べています。太い字のところをご覧ください。身の丈を超えていると思えてなりません。子供の思いつきかと疑うほどあれもこれもとなっています。また下の太い字に移ります。陸上から海上へ大型艦を小型化へと2点3点するイージスシステムはまさに政治的な迷走の象徴です。今回 2% の掛け声が先行し、政治からもあれもこれもやるべきだという声も強かったのではないでしょうか。それに悪乗りしている防衛省自衛隊の姿が見えるのです。傾聴に値する言葉かなというふうに思います。で、最後検証すべき事項、イージスシステム搭載艦は全長210メートル、全幅40メートルと報道された。鈍重な艦艇となることから小型化が再検討されている。陸上に置くべきイージスアショアを艦艇に乗せる計画自体が非現実的ではないのか、価格も高騰する、税金の無駄遣いのシンボルにならないか、一人式地対艦誘導弾能力向上型、島嶼防衛用高速滑空弾、極超音速誘導弾という3種類の国産兵器の開発は実現するのか、多額の防衛費を投入して失敗という事態にならないか。時間がないので詳細は省きますが、実は一人式地対艦誘導弾の場合、88式地対艦誘導弾という短射程から短射程に改良する際にこれ開発に失敗をして、防衛省から開発企業が延滞遅延損害金2億円を支払わされる、また
契約停止処分を受けるということを受けてますので、そういった技術的な問題に、この不安がないかということであります。まずは今回見直すべきはこの防衛予算の中身であって、総枠を大雑把に2倍でいいんだということではないだろうというふうに考えるわけであります。以上です。はい、ありがとうございました。以上で参考人のご意見の陳述は終わりました。これより参考人に対する質疑を行います。なお質疑及び答弁は着席の立憲民主党の福山哲郎でございます。イージスシステム搭載艦っていうのはですね、非常にまあ新しいチャレンジといえばチャレンジなので、チャレンジとしては意味があるのかもしれませんが、それに関してはあまりにもコストとそして技術開発も含めて不透明感が漂っていて、これが逆に防衛省のお荷物になるのではないかという危機も、まあ、懸念もあると思います。そしてこれも5年後の配備が予定されていますが、スタンドオフミサイルも3種類ですね、まだ開発段階です。で5年後と言われています。これだけのものをですね、並行して走らせることの、まあ、能力が防衛省に本当に今あるのかないのかというよりかはですね、そんな負担を防衛省に かけることでかえってですね、他の装備に対するケアとかですね、人の、まあ、訓練とかも含めてですね、そこに副作用的なマイナスが起こらないかどうかについて、まあ、非常に懸念をしています。半田参考人、はい、イージスシステム搭載艦のことについて、お話をします。まずこの最初地上に置く、まあ、秋田市と 山口県萩市に置く予定だったイージスアショア、この導入の経過を、まあ、振り返ってみますと、2017年の1月にトランプ政権が誕生して、で2月にワシントンで日米首脳会談が行われて、まあ、そこで、トランプ大統領から安倍首相にバイアメリカンと、アメリカ製品を買ってほしいというような要望が出されて、まあ、その結果防衛省で検討した結果、イージスアショアを買おうということになっていったということだと思います。でこのイージスアショアのこの決定自体が、そもそも我が国が導入しているミサイル防衛システムはもうすでにイージス護衛艦を4隻から8隻に増やすということが決まっていましたし、また地上配備型の地対空迎撃システムのPAC-3も今34機ほどありますが、この能力を向上させると、つまり、既存のイージス艦を増やす、でまた既存のPAC-3の能力を向上させるということで、必ずしも必要だった装備品というふうには考えられないというふうに私は思っています。でまたここでボタンの掛け違いがあったのは、今までと異なってアメリカ軍と違うレーダーを選んでしまったということだと思います。イージス艦のレーダーというのはスパイワンレーダーといって、日本もアメリカも同じレーダーを使っているので、スケールメリットがあるわけですね。でさらに言えば開発費の割掛け、そして、改良費の割掛けもできるから安くなると、まあ、ところがイージスアショアの場合には、これロッキードマーチン社の新しいスパイ6レーダーというのを日本が独自に導入してしまう、スパイ7レーダーを導入した。で一方アメリカは最新型のイージス駆逐艦にはスパイ6という、レイセオン型のレイセオン社のものを作っていると。で今度スパイ7レーダーっていうのは2台しか作らないわけですから、まずコスト面として高くなるのは当然なわけですね。でこれはアメリカ製と同じのにすれば割掛けができたはず、まあ、そうすると導入にお金がかかるだけでなくて、廃棄までおそらく25年から30年使うわけですが、そのランニングコストも非常に高額になっていくんだと。でこれは本来であればスパイ6レーダーの方に切り替えて、そして、また船に乗せるというようなことをやめるということが必要だと思います。スパイ7とスパイ6でいうとレーダーの一辺が1メートルほど大きさが違うもんですから、非常にそのレーダー自体が大きくなって、その結果イージスシステム搭載艦が40メートルという非常に太った船になっちゃう。でこの際ですね、本来どうしてもイージスアショアを置くんであれば、その第一弾ロケットのブースターが落ちても安全な離島などに、まあ、配備をするってこと、船に乗せるという無茶なことをやめるってことを一度こう原点に戻って考え直す必要があるんではないかなというふうに思っています。でもう一つ、あと財源のお話ですが、防衛力強化資金というのは、まあ、特別会計から持ってくる、あるいは国有地の売却益を充てる、あるいは借料をそのここに防衛費に回す、いろんなあちこちからこうかき集めて、
防衛費に回すものの一つですよね。その他に、決算剰余金の活用とか、あるいはその歳出改革とかいろいろありますけれども、まあ、いずれにしても非常に不安定な財源であり、まあ、今回の防衛力強化資金についても例えば国有地の売却で、まあ、財務省の資料を見るとこれで今我が国が売ることのできる国有地というのはおよそ4000億円程度しかないんですね。で到底その2027年度に不足すると言われている4兆円のうち税制措置で当てるという1兆円以外の3兆円全然足りないということが言える。でまた土地や建物の借料も年間だいたい40億円ぐらいしかないんですね。これでは全く安定財源でもないし足りないと、まあ、そう考えていくと、まあ、特に決算剰余金なんかを見ていきますとこれは半分はこれ国債の利払いに当てるし半分は補正予算の原資に当ててるわけですよね。でそれを全部防衛予算に回すとすればこれは国債を発行すると、まあ、結局回り回って、その防衛費を国債で当てることはしないといった1966年の当時の大蔵大臣の答弁に違反するような形にならざるを得ないと、まあ、要はこの財源が何もはっきりしていないのに、まあ、去年岸田首相は確か、内容予算財源を一体で検討するとおっしゃったんだけれども結局決まったのは内容と予算だけで財源を決めないままにこれ、一つ先、まあ、決めてしまったと、まあ、そこが今回こう大きな問題として残るのかなと、まあ、今回の法案がこれ、仮に通ったとしても必ずしも安定した財源が永劫続くとは限らないのではないかそんなふうに私は考えています。